はい、では続きやっていこうと思うんですけど、確かさんの図鑑200匹集めたなんかサザレさんのイベントあるっぽいんですよね。多分200は超えてると思うか、ちょっと見てみようかなと思います。かわいいね、サザエさんめっちゃ写真撮っとるわ。私も撮ってください。あれ、ちょっと待って、あ、200匹くらい集めて、あ、まだ集めてないか。え、全部で 200? 図鑑完成したらって感じかな。じゃあまだだったね。すんません、すんません。え、ちなみに私今何匹集めてんだろう、ジルベイ図鑑。あ、182か、捕まえたのは。あと18匹捕まえないとダメなんですね。じゃあまだまだだな。じゃあ、クリアマナストーリーをやっていきますか。どこ行けばいいんだろう。どうやらアカデミーの中みたいなんですけども。200匹って図鑑完成なのかな？私いけるかな？今回あれ、なんだっけ、スカーレットにしか出てこないポケモンとかもいるんですっけ？どうだっけ？とりあえずですね、アカデミーに行って、そしたら、あ、多分この2人やな。あれ、あなたたちは、あれ、この子は誰って感じなんだけど、あ、どうも。アカデミーで会えるなんてレアイベントじゃない？確かにムンちゃんは学年も違うもんね。いや、どうしたの、出会い頭でびっくりできな。誰ですか。あ、そうだよ、私たち今日素顔だから。そう言われればこの姿で会うの初めてじゃんね。なんか恥ずかしくなってきた。あー、ピーニャくんと隣の子は、あ、ビワちゃん、こうなんだ素顔。私は分かりやすいね。いや、分かんなかったです。今日僕ら追試でテスト受けてたんだよ。アジトにいた時アカデミー来てないからさ、その時間を取り戻してるんだ。さすがに改造制服だと鉛筆持ちにくいから新しい制服着てきたんだよね。ね、ビアね、もしかしてムン君なら。ピーニャ君、そうやって明暗だよ。何か手伝えることがあれば。はい、先生になってほしい。はっ、ピーニャ君、焦りすぎだよ。ちゃんと順を手放さないと。はい。実は僕ら以外のスターダンボスたちなんだけど、メロちゃんとオルちゃんとシュウメイ君の3人のことだね。そうそう、あいつらずっと追試を合格できてなくて、留年しそうなんだよ。せっかくアカデミー復帰したのに、一応僕らで勉強してたりもしたんだよ。でもダメだったね。うん、普通に公式使ったり暗記すればいいだけなのに。え、みんながなんでわからないのか僕にはわからなくて。私も体の動かし方を教えるのは得意なんだけど。ムン君、成績もいいってボタンから聞いたことあるし。あ、そうなんですか。イントに戻るけど、僕らの先生になってほしいんだよ。え、自信ないけど。ムンちゃんな、大丈夫だよ。私そんな気がするんだ。はは。ボタン、僕らのことでずっと悩ませちゃってたから、これ以上心配かけたくなくてさ。内緒でお願いね。私たちここにいるから都合がいい時教えてね。じゃあやっていきますか。じゃあ今回はスターダンのイベントですね。特別講師にはいないもんね、スターダンの子たち。俺っていう子たちは勉強見てくれるってことで OK かな。はい、やりましょう。オルテガくん、勉強できない子なんや。あ、シュウメイくんもいる。みんなちゃんと勉強してる？うるさいな、見張りに来たのかよ。だって見てないとサボるじゃん。ビワ殿のフォーマルな姿、何度見ても集中力が高まるでござるな。シュウメイくん、ごめんね、テストに関係ない集中力高めて。ま、ビワ殿の背後に何やつかの気配。アラースでござるよ。あ、先生、今日の先生です。
いや、おま、なんで常人には出せぬ気配も殿の納得でござるな。いやいや、なんでだよ。え、これ本当に教えんの？かたじけない、強烈至極でござるな。てか、ピンや勝手に決めんなよ。お前もさ、先生とかいらないし帰れよ。なあ、散々な言われようやな。ねえ、おるちゃん、もんちゃんはみんなを持ってきてくれたんだよ。なのにそんな失礼なこと言っちゃったらダメだよね。あ、ビアネ、ごめんなさい。私じゃないよね。あ、うん。悪かったな。威圧するビワードのリアリティが高いでござるな。俺手がかっこ悪いとこ君に見られたくないんだよ。あら、かわいいじゃん。それはメロちゃんは、メロコ殿は数刻前ストレッチしてくると言い残し、おもごに出ていたでござるな。絶対サボってる。だってメロコだよ。決めつけは良くないと思うけど。あ、わかりました。美術室とかにいいんじゃね？知らんけど。おいね、むんちゃん、メロちゃんのことお願いね。はいはい。メロちゃん、ここのとこずっと勉強してたから体を動かしに行っちゃったのか。じゃあグランドにいんのか。ライムさんの曲聴いてるんだ。お前先生ってことは勉強もすごいのかよ。何でもできるときムカつくな。勉学とは迷い迷われ選べるにする、ご指導ご鞭撻を願うでござる。シュメ君勉強できそうなのにね。さあ、やっぱグラウンドにいんのか。ロコちゃんはどこですか。あ、ミライド乗れない。メロコちゃんもあれかな、制服着てんのかな。なんか赤い子がいるんだけど、この子か。あれ、ずいぶん落ち着いてませんか。あ、同じ制服着てる。あ、てめえはムーンか。どちら様？メロコだ、メロコ、見りゃわかんだろ。かわいいやん。そりゃいつもの格好じゃねえのか。ビアネが制服着て勉強会いつか仕方なく。君はここで何してんだ？勝ち込みに来ました。勝ち込みって悪いが、今はそんな気分じゃねえんだ。なんだ、教室に連れ戻しに来たのかよ。野菜眺めてたら時間経っちまって、なんか可愛いじゃない、野菜眺めてるって。シュメイ君はね、素顔ちょっと本編の方でも出てたからわかるけど、残りの子たち意外すぎるな。うっす。メロちゃん、おかえりなさい。戻ってきてくれたんだね。ワンちゃん、お迎えありがとう。どこでサボってたんだよ。ちょっとな、野菜を見てたんだよね。メロコ殿、まあまあいいじゃない、みんな揃ったんだしさ。3人の勉強見てあげてよ。あ、はい。あ、はい。みんなも頑張ってね。じゃあまずはオルティガ君行くか。なんだよこれ、全然わかんない。俺を見下ろすか、いい度胸だよな。言っとくけど俺2年生、お前の先輩だからな。言わねえが言うから頼ってやるけど、俺文系科目が苦手でさ。はあ。物語の登場人物の気持ちとか意味わかんないんだよ。この話、主人公のイカネズミママはどんな気持ちでイカネズミパパに困った人って言ってるんだ。イカネズミママの目は潤んでいた。置き手紙を読んでイカネズミパパに二度と会えないと分かったからだ。最後まで私の心を乱すなんて、あなたって本当に困った人。好きなんやろ、ラブや。は、困ってんのに、好き好きな好きって言えばいいだろ。それ絶対間違ってるって。いやいや、オルテガだってそうじゃん。は、どういうことだよ。本当はムーンのこと認めてても口で悪態つくでしょ。は、俺がこいつを認めようとかないし。ないない、絶対にない。
思ってることと逆のこと言っちゃう気持ちは誰にでもあるってことか。ちょっと理解できたかもな。あーよし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 、素直じゃないね。次の問題はワナイダー三兄弟の糸のようにほつれた家族関係がテーマかよ。何の勉強してるんだ本当。じゃあ次、シューメイドの我おのが知らざるを知る、これぞ無知の知なり。行が死として我に手を差し伸べると、かたじけない。我は算術が苦手ゆえ数学がからっきしでござるよ。しかし我は将来服飾デザイナーになるがゆえ数字という概念は無用なのでござる。それはどうかな。でも一体何がどう違うでござるか。もんちゃんの言ってることなんとなくわかるよ。スターダーの改造制服作るとき結構お金かかっちゃったし、いいものを作るためにマネーをペースらしかるべきこと。でも生地とか余っちゃってたし、もう少し費用は抑えられたかも。それは一理あるでござるな。の寸法、素材の費用、商売になれば売り値に利益率、せやで。それらを考慮できるデザイナー、職人として頭一つ抜きんでる、せやな。現実を見ぬ我の考えは誤りだったやもしれぬな。我はこれをもって心を入れ替える。算術に尽力するでござる。口挟んじゃってごめんね。でもムンちゃんきっかけでシュメイ君やる気出たみたい。シュメイ君懲り性だからゾーンに入っちゃえば大丈夫だね。おお、気になるものは極めるタイプか、シューメイドの。踊り分数の割り算め、何故天地がひっくり返るってことだね。分母と、ね、分子がひっくり返るメカニズムね、あれ何なんだろうね。やめろ、こちゃん。難しいな。何見てんだよ、もう今は先生だったか。ここもやってんの、ちょっと見てくれよ。新しいポケモンと出会う方法は捕まえるか交換するかだけである。こうやって正しいんだったか。捕まえる。交換する。他になんかある？他になんかあるっけ？なんかまだありそうな気がする。だよな。あ、そっか、卵か。だよな、卵から帰った時も出会えるもんな。じゃあ次な。ポケモンがテラスタルした際、頭上に光る宝石の名は、テラスタルジュエルだっけ？確かその名前だった。門はオーブ持ってるもんな。てめえやるじゃねえか。テラスタルってかっけえよな。優秀な生徒じゃねえとテラスタルオーブもらえねえけどよ。じゃあ次の。テストには関係ねえけど聞きたいことあって。ちょっと言いにくいな。絶対笑うなよ。あのよ、夢ってなんだろうな。ちょ、かわいいじゃん。あはは、ね、あはははって何？ちょっと気になるんだけど、怒られそう。ふふ、笑うな、つったろ。てめえにはもう二度と聞かねえよ。は、てめえはもういい。勉強に集中させてくれ。せっかく復帰したが、声出されてもらえねえしな。はい、みんなお疲れ様。勉強はどうだったかな。なんかすげえはかどったよ。ちょっとあんまんなこと認めてやってもいいかもな。算術もやり込めば興味深い真の教えにより、我のやる気は毒を得たブロロームのごとし。どうだろうな、追試の範囲くらいはギリギリ頭に入れたけどよ。そっか、みんなのその反応、追試はなんとかなりそうだね。もんちゃん、いろいろありがとね。あ、はい。物知りメガネ。改造制服タイプ1。スターグラス、スターグローブ、スターローヒール。なんかいろいろ回ったんだけど。私たちおなじみのポーズも一緒にやろうよ。おー、あ、お疲れ様です、スターエモート。おー、ありがとうございます。ちょ、みんな何してんの？ボタン？あっちゃ、見つかっちゃったか。廊下、歩いてたらみんないるの見えて。でも、呼ばれとらんし、うちおらん方がいいよね。ごめん、帰るね。ボタンだな。違うの、ボタンちゃん、話聞いて。そう、心配させまえとな、ボタンのことを。うちだけはぶられたんかと思った。そんなことするわけない。でも、そう思わせちゃったよね。心配されてごめんね。迷惑かけたくなかったんだ。悪かったな、ボタン。いや、許さんよ。うちに迷惑とかもう意味わからん。せやな。もっと迷惑とか心配とかかけてよ。二度となったらうちをハッキングでみんなの成績改ざんすし、やめなさい。ボタンさ、それは一線超えてるっしょ。
やごめん、今のギャグのつもり和まそうと思って人として間違えた。でも勉強だったらうちも教えられるからいつにも頼ってよね。まあ悪くないかもな。お前ら俺のこと全然分かってない。ムカつくムカつく。スターダン可愛いな。これがスターダンイベントか。わーい。改造制服っていうのはちょっと気になります。あ、そういえばブルベ制服冬とかあるの。これ冬。あ、これ私が着てたの秋か。夏は、あ、夏これなんだ。なんかどれもちょっと微妙だよね、ブルベの制服っていうかさ。もうちょっと、ね、制服可愛くしてくれてもよかったような気がするけど。あ、改造制服、なんかこっちの方が可愛いんだけど。改造制服、え、これが可愛いと思います。リーグ部の服って何。あ、これか。改造制服で行く。普通になんか今までの中だとかなりマシな部類だと思うんだけど。よいしょ、改造制服いいね。ちょっとなんか腕出してるのがなんか元気子っぽくていいと思う。あとなんかあるかな、イベント。あ、なかったら今回ここまでかな。スターダンのイベントをやりましたということで、あとは、あ、なさそうですね。はい。じゃあ、次回はね、なんか博士関連のイベントがあるみたいなんで、それをね、やっていこうと思います。お疲れ様でした。